ユーリー・ミハイロビチルシコフは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家。モスクワ市長。1936年9月21日、モスクワに、大工の家庭に生まれる。1958年に、モスクワ石油ガス科学工業大学を卒業。大学卒業後、勤務していた、プラスチック研究所で、有能さを買われて、科学工業省の部長に抜擢される。 1968年にソ連共産党に入党。1980年に生産合同、ネフチヒム・アブトマーチカ総支配人となる。1977年にはモスクワ市ソビエト大議員に選出されているが、以後、モスクワ市人民委員会執行委員会第一、副議長、モスクワ市共産党、第一初期、ロシア共和国最高会議大議員を歴任する。 1990年4月に、モスクワ市人民委員会執行委員会議長代行となり、ミハイル・ゴルバチョフ時代の急進改革派としても知られる、モスクワ市長のガブリール・ポポフによって、モスクワ市人民委員会執行委員会議長に任命された。1991年のソ連8月クーデター後、ソ連国民経済管理委員会に副議長として入り、12月までの短期間であったが、 国内商業、対外経済関係、社会政策、濃厚コンプレックスなどを担当した。この時期は、同じく副議長に任命されたグリゴリー・ヤブリンスキーと、親しく、ヤブリンスキーが主導した、いくつかの計画に参画した。また、同年6月に、ポポフ市長により、モスクワ市政府首相に指名された。ポポフ辞任後の1992年6月より、エリツィン大統領に、 モスクワ市長に任命される。1996年6月の市長選挙では90%を超える得票率で当選。1998年11月に地方市長を集めて政治ブロック祖国を結成し、1999年8月にエフゲニー・プリマコフの全ロシアと合同し、祖国全ロシアを結成した。祖国全ロシアは、 モスクワ市長として高い評価を得たルシコフとロシア金融危機を収束させたプリマコフが連合を組んだため国民の支持が集まると予想されたものの実際にはクレムリンの肝入りで政権与党統一が結成され12月の下院国家会議選挙では統一の追撃と国営メディアを利用したクレムリンによる中傷により共産党と統一に次ぐ第三党に甘んじた 会員選挙と同時に実施されたモスクワ市長選挙で、ルシコフは71%の得票率で再選された。ルシコフは選挙後、政権に近づき、祖国、全ロシアを統一と合流させ、新政治ブロック、統一ロシアを結成し、ミンチメル・シャイミーエフやセルゲイ・ショイグと共に、党最高会議共同議長に就任した。かて強力なプーチン政権与党を結成し、 2003年の下院選挙で統一ロシアは第一党となった。同日実施のモスクワ市長選挙でルシコフは75%の得票率を獲得し参戦された。卓越した行政手腕の持ち主で市長として高い評価を得ており、モスクワに外国から巨額の投資を呼び込み、モスクワを社会主義国家の首都から資本主義経済化の大都市へと変化させた。 一方で、秘密警察チェーカーの創設者、ジェルジンスキー像の再建、スターリンのポスターを陳列する計画など国内外で物議を醸す主張も言った。長期政権化が続く中で、クレムジンとの対立が深まり、2010年9月28日にメドベージェフ大統領によって解任された。2019年12月10日にミュンヘンにて83歳で死去した。 ありがとうございます。